準備ができるかなって。なんかね、本当にもっとたまに喋りますよね。なんか、今は喋らないけど、あまりに進化しすぎて喋るんですよ。なんか、人間の世界は無理やなとか、なんかね、とてつもないことを喋り出して、そこまで行くのよ、この子は。お待たせ。はい、はい、いいですか。こちらね、さっきもしね、落語の時から来られてた方は分かると思いますけれども、京都産業大学2回生、次3回、で、次、うまいこといけば3回生、で、同点どっこ師匠ね、今、関西の落語界ではもう一番有名な人じゃないですか、さっき日本一とか紹介されてましたからね、こう、ね、聞いてない方はですね、またいろんな機会があると思いますので、プロになる前にですね、仲良くなっておきましょう。童貞というのは、京都産業大学の鶴瓶さん、鶴瓶さんが第2代目童貞さん、そうなんですよね、もうほんま喋ったらめちゃめちゃうまいんで、お前ちょっとマイクを与えずに、やっぱ、まあ、吉岡一番、せっかく来てやってくれたから、なんか、喋ってくれたから。今日で3時からね、4人の、ね、落語家さんがね、やってるとしていただきました。とてもね、面白かったです。全員もめちゃくちゃ面白くて、楽しかったです。では、畳セリングルールス、京都の人はですね、物を買ってくださいと言いにくい。言いにくい。ね、言い切ります。京都の人は、これ、後継とか、無理使って引っ張って、店に引き抜き込んだり、無理使って引っ張って、ね。例えば、物を持ってほしくても、お店でですね、どうぞ見ていっておくれやすい。見ていっておくれやすい。見るだけだったら商売にならへんやないか。でも、本当は買ってほしい。どうぞ見ていっておくれやすい。そのあと、よかったら購入くださいと言います。どうぞ見ていっておくれやすい。暗黙の了解で、それはこうしてねっていうことなんですけど、もうそんなことじゃあかん。言葉に出さなきゃ伝わらない。さあ、畳を売ろうじゃないか。そういう歌です。ね、じゃあ、そういう歌でね、畳がどうでもいいか。曲の間にクイズやります。畳ウルトラクイズ。これは景品も当たります。出ますよ。知ってそうで知らない畳について、皆さん、なんかさっきから、おお、最後までバーンとか言ってます。さて、手元でもしよかったら、ちょっと見てみましょう。あれも、なんかなんか、イコライザーとか言ってます。はい。僕ら僕は余裕でやれると思ってます。では、畳セミングブルース、リズムはこれです。アメリカ南部の方からブルースに合わせて。Thank you.
2番畳はインドやろう。
こちらです。答えは2番、インドでした。江戸間、2番、中京間、3番、京間、あ、すみません、3番、では、2番目の1番、江戸間だと思うと、江戸間が2つのサイズで一番大きい江戸間を、いらっしゃいました、江戸間、2番、中京間、
番人気の新人は大きいやつ。すごい中で、続々、ジェガリアスカップです。はい、メンバーの皆さん、ありがとうございます。